い、おはようございます、いつも動画ご覧いただきありがとうございます、56歳のおっちゃん、毎日ゆるい動画を日記代わりに YouTube の方にアップしてます。それでいつもお付き合いいただき本当に、感謝でいっぱいでございます。それで今日はね、何をするかって言ったら、私のガレージライフ、バイクライフなんですけど、あの視聴者様からね、たまにね、これあのエンジンボアアップしてるんですかとか、それでクラッチはノーマルでいけるんですかとかいう質問を、ちょくちょくいただくので、あの前回もこの、 あのモンキーについて、概要、あの全体はご説明したんですけど、そのいけるとかダメとか、まあ、そんな私の個人的な感覚なんですけど、それをね説明していきたいと思います。それで、ちなみに、エンジンはキタコの 75cc でハイカム入れて、京浜の20のビッグキャブをつけて、あとはノーマルです。それでクラッチも当然ノーマルで、ミッションもノーマルとなってます。それで皆さんが一番心配されてるこのこのクラッチで大丈夫ですかとか言うんですけど、これね大丈夫です。走る時は全く問題ないです。このクラッチで全然滑りを感じたこともないし、それでスプロケとかの大きさによって最高速の伸びは全然変わると思うんですけど、この仕様で、私の今の仕様でだいたい80キロぐらい、まあ75キロ80キロで巡航できるスピードのスプロケをつけてます。それでスプロケを変えていったら、メーカーさん曰くこの仕様だったら100キロ出ますよって言って、最高速は出るはずですって言われてお聞きしてるんですけど、私はまあそこまでね、法定速度もありますので、だいたい65キロぐらいで、まあ走れたらいいかなっていうような感じで、余裕持って、まあ、80キロ75キロぐらいで巡航できるような感じにしてます。それでクラッチの方はノーマルなんですけど、全然問題なく走ってます。唯一言えばね、エンジンかけるときに若干滑りを感じるときがあります。今日これ何日もかけてないので、今からちょっとかけてみようと思うんですけど、その時にね、滑りを感じるときがありますけど、まあ2回3回、キック踏んでやったらそのままエンジンかかるので、もう今これ変えてからもう何年も経つんですけど、全然、問題なしでいってます。それとこのエンジンブロックに関してはね、キタコさんね2種類出てると思うんです。シルバーと黒色、確か当時は出てたんですけど、で私はちょっとシルバーの方が全体的にこうシルバーシルバーシルバーでいいかなと、純正はね、確かこのブロックのところ黒色だったと思うんですけど、 あえてシルバーにしました。まあそんな感じで、それでね、かける時の滑りって言ってたんですけど、この今ちょっとかけてみようと思うんですけど、エンジンかける時って、皆さんご存知と思うんですけど、これ上支点にピストンを合わせて、踏んでやったらかかりやすい、途中でグイッと踏んでもかかりにくい、だからこのいつも上支点に合わせて、それでこれが滑りです。これ今滑りました、滑ったんですけど、このまま、あ、まだ滑りました、あ、キーが入ってない、はい、こんな感じで2回か3回、滑ったら、その後はかかります。それから全然、問題はないかなと思ってます。それとあと皆さん、クラッチつけないんですかとか、質問いただくんですけど、私なぜつけてないかって言ったら、これ行動ではダメですよ買い物袋とか下げて走る時、それとかこのこの庭の中なんですけど、こうGoPro片手で持って撮影しながら走ったりするので、クラッチない方が便利なので、私はクラッチつけてません。まあ、そんな感じで、まあ、ついでに前回の動画見て、ない方がおられると思うので、ちょっとね全体もちょっと説明していきたいと思います。はい、それでマフラー、先ほど紹介してなかったんですけど、これ竹革の Z マフラーっていうのをつけてます。それで、マフラーカバーはノーマルで、全体的な形としてはこうノーマルをイメージして走りやすい感じ。それでこのキタコのね 75cc のボアアップキットだけだったら、あんまりノーマルと変わらないって、
レビューされる方おられるんですけど、このビッグキャブとハイカムとセットにしたらね、すごいねトルク感が出ます。その中から信号でバーッと出ても全然みんなと一緒に走れるレベル、車とね、だからストレスも感じない、まあいい感じかなと思ってます。それでリアのタイヤはね、ちょっと太いに変えてます。リア70扁平の130の幅に変えてます。それで、ローダウンしてます。この荒巻きのゴムが切れて残念なことを見つけてしまいました。それで、ちなみに元に戻ります。これ荒巻きのリアショックを買って、この上の部分をカットしてまたさらに短くしてます。んでこのスイングアームはね、これね多分ね4センチぐらい延長の、たまたまこれヤフオクで見つけて、できるだけ延長はしたくなかったんですけど、こう全体的なバランスを考えてちょっとだけ延長のスイングアームをつけました。でこれはねちょっとメーカー名不明なんですけど、それとこの、6ボルト仕様の4リッタータンク仕様の、まあ、これもちょっとレプリカ品と思うんですけど、リアのテールとかそんなに変えてます。あとはね、このちっちゃく見せて大きいっていう、こういうこのブサイクかわいい仕様っていうのが、このわざとライトはね大きくしてます。ボーンと大きくして、それで、車高端してちっちゃいんですけど大きいっていうアンバランスなこのフォルムが好きなので、まあこんな感じにしてます。あと別に、変えてるところっていうと、これデイトナさんのホイールです。前後同じサイズで、以前はねフロントも130つけてたんですけど、今、幅が120なんですけど、これ、130の70扁平同じつけても若干ね、ここのね隙間で、ここのクリアランスが全くなくなって、ブレーキ、前ブレーキをガッとした時に若干こう動くんですね。そしたらここのヘッドともうかすかにこう干渉する音がしたので、それであえてもう前はあと120ちょっと細い目に変えました。それでやっぱりチャーミングポイント、私のポイントはこのホンダのマークです。このやっぱりホンダのマーク、これがやっぱりこのちっちゃいバイクにこのホンダのマークがすごく私的には気に入ってます。はい、いかがでしたでしょうか。今日はね視聴者様のリクエストにお答えして、クラッチノーマルで大丈夫ですかっていうような、まあ、質問がありましたので、それにお答えしていきました。いかがでしたでしょうか。大丈夫でしょうか。まあこのような動画なんですけどね、もしよろしければまたリクエスト SNS の方からとかいただきましたら、私が撮影できる範囲の動画を作っていきたいと思いますので、どんどんリクエストの方よろしくお願いいたします。このわけで今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。このような動画ですけどね、また56歳のおっちゃん、明日も楽しみながら何かアップしますので、よろしければチャンネル登録していただいて、明日もお会いできれば幸いでございます。それとかいいね、高評価めちゃくちゃ好きなのでよろしくお願いいたします。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。徳島からの配信でした。さようなら。ウォッス。